こんにちは、マリサです。今日も可愛くてごめんなさい。こんにちは、霊夢です。いや、自分で言うなよ。あら、可愛い子は何を言っても許されるって知らない？いや、知らない。知ろうとも思わない。ノリが悪いな、霊夢。ノリノリで行こうぜ。ノリノリといえば、海賊王を目指すあの漫画で、ノリノリの骸骨のキャラが出てくるわよね。それがどうしたの？あのキャラの登場時は、幽霊船みたいな感じですごく怖かったのを覚えているわ。実際あんな幽霊船なんてあるのかしら？幽霊船はこれまでに実在したぞ。え、そうなの？ということで今日のテーマは、世界に実在した幽霊船、5選、特に不思議や謎が詰まった5選を厳選したんだぜ。おお、興奮が抑えられないタイトルだ。じゃ、早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。そもそもさ、幽霊船ってどんなのか知ってる？いやー、幽霊が出るとか、暗い海の中から浮かび上がってくるとか。ほうほう、いい線言ってるね。幽霊船っていうのは、幽霊が操舵していると言われてる船で、世界各地で語られている怪奇現象のことなんだ。アジア諸国から欧米まで、世界各地で目撃情報があるんだよ。世の中、幽霊だらけやな。勘弁してほしいわ。まず、一つ目は、メアリー、セレスト号。なぬ、ワンピースで出てきたやつ。それ、メリー号な、わら。メアリー号は、1872年にニューヨーク港からイタリア、ジェノバ港に向けて出発。メンバーは、船長のベンジャミン、ブリックスに妻と娘。そして他の船員が8人の11人だ。ふむふむ。出港の目的は、主に輸送だね。ニューヨークのメッシナ、アッカーマン&コイン社から出荷された工業用アルコール、1700タルをイタリアに運ぶため。まあ、貿易船ってとこ。しかし、この出港から1ヶ月、メアリー号は忽然と姿を消すことになる。え？というと、次にメアリー号が姿を現したのは、ポルトガルのアゾレス諸島の東640キロ地点。そして、この時。この時、船内には誰もいなかったんだ。いないって、海の上だよね。そう。近くを通って発見した、デイ、グラティア号のデビッド、モアハウス船長らが、メアリー号に乗り込みくまなく探したんだけど、誰も発見できなかったんだ。特に船が損壊してるわけでもないのに、なぜか救命ボートはない。なおかつ、半年分の食料はそのままで、争った痕跡もない。もちろん、1700のアルコール樽もそのまま。船に損壊はなく、食料も積み荷もそのまま。船員だけが消えるって？こわ。モアハウスたちは、打ち捨てられたメアリー号をジブラルタル港まで曳航し、その後はなぜ乗組員たちが消えてしまったのか。その原因を解明するために、詳しい調査が行われたけど、依然解明はされていない。海賊説、殺人事件説、宇宙人誘拐説など、諸説あるものの、どれも憶測の域を出ないんだ。150年経った今も謎のままか。まさに幽霊船や。続いての幽霊船は、オランダのウランメダン号。この物語の発端は、ウランメダン号が発した SOS 信号を、イギリス船シルバースターの士官が、拾ったところから始まるんだ。SOS 信号を発してたのかい？もう怖いよ。その SOS 信号の内容というのは、すべての船員が横たわって死んでいる。みんな死んだのかもしれない。私もきっと死ぬ。といったメッセージで、マラッカ海峡から送っていたんだ。シルバースターの船員が急いで救助に行くと、船内では船員たちが全員苦悶の表情で死んでいた。全員ですかい？そして不思議なことに遺体には全く傷はなく、争ったような形跡もなかったんだ。その後、シルバースターの船員が船内を詳しく調べようとすると、船内は謎の煙に包まれ、慌てて船員たちは退避。その直後、なぜか船は爆発し、海面には船の残骸だけが残ったんだ。全員死んでた挙句、爆発って。その後は何かわかったの？いや、ウランメダン号が生物兵器を積んでいたとか、謎のウイルスに侵されたとか、集団食中毒だったのではと諸説あるけど物的証拠が全くないからね。まあ、爆発しちゃったから何も残ってはないよね。それな。続いては、パイレーツ・オブ・カリビアンのモデルにもなったと言われてる。フライング・ダッチマン号だ。え、あの有名な映画？じゃ、海賊船なの？海賊船というよりは、幽霊船だね。伝承、民話で語り継がれてる船だね。そもそも、フライング・ダッチマン号のフライング・ダッチマンとは船の船長の名前から付けられてるんだ。へえ、そうなんだ。民話で語り継がれてるということは実在した船じゃないのか。てか、自分の名前を船につけるとは、さすが海の男だな。実在したかどうかは謎だね。この物語の発端はダッチマンが、アフリカ大陸南端近くの喜望峰で、風の神、を罵って呪われたというものなんだ。え、自分も悪口には気をつけます。
その後、船は難破して船長はたった一人になってしまった。結果、船は永遠と海をさまよい続ける。というもの。怖いですね。その後の船の目撃情報が後を絶たないんだ。19世紀の漁船の記録によると、嵐の中から帆を広げたフライング、ダッチマン号が突如として現れたとか。また、別の船は、フライングダッチマン号が赤い光を出してぶつかってきたと証言しているんだ。まさに幽霊船だ。そう、今もどこかでフライングダッチマン号はさまよい続けてるかもしれない。ひえー。続いては、オクタビウス号だ。オクタビウス号は、1761年に中国で貨物を積み、ロンドンに向けて出港。航海は順調に進んでいたが、何何？嵐か？海賊か？いや、船長思いついちゃったんだ。え？何を？近道。うん、続きを聞こうか。近道を思いついた船長。それは、通常の航路から大きく外れて、北極圏を通過していく、というものだったんだ。これには乗組員も賛成し、一見何の問題もないように思えた。しかし、この判断が悲劇を招いた。極、近道に舵を切った船は消息不明となり、見つかったのは13年後。凍った海に浮かぶ、オクタビウス号が発見された。救助のため船員が乗り込むと、全員がデッキで凍死していたんだ。近道をした船長は、航海記録を書いている最中に死んだとされている。彼の最後はペンを持ったままだとか、直立不動だったとかの諸説がある。近道さえしなければ、そんなことは起こらなかったのかな？なんとも言えないけどね。でも、見つかってよかったとは思う。そうだね。最後は海賊船、ヤング、ティーガー号だ。お、幽霊船じゃないのか。いや、結果幽霊船になるんだけどね。この時代背景としては、大航海時代も終わりを迎えていたんだけど、依然として世界各地では海賊がいたんだ。ワンピースの世界だな。ヤングティーガー号も各地で海賊としての名を馳せていて、船を襲撃しては、金品の強奪を繰り返していた。しかし、成功にはいつか終わりが来る。それが世の常。うん。なんかかっこいいな。ヤングティーガー号にも、1813年に終わりが訪れたんだ。場所は、カナダのノバスコシア州の州都ハリファックスにある海域。ここは、東部カナダで最も美しいと言われている海域なんだ。カナダ、美しい海。舞台は整ったな。うん。いつものように船を強引にぶつけ、船員たちは雄たけびを上げて相手の船に乗り込む。しかし、相手の武装が思った以上に強く、徐々に形勢不利となり、逆に自分たちの船が沈みかけた。撤退するかと思われた、まさにその時。その時、何が起こった？ヤングティーガー号が爆発したんだ。え？なぜ？確かなことは何一つないんだけど、船頭で船長が火を持っているのが目撃されたとか、されてないとか。自爆か？その説が強い。今でも、語り継がれるほどの誇り高き海賊たちだったからね。捕まったり、負けたりするくらいなら自死を選ぶんじゃないかな。乗組員にとって、船は命よりも重たいと言われるしね。うん。その後、爆発が起こった6月27日になると、マホーンベイ沖では、謎のオレンジ色の光が目撃され、船員の雄たけびが聞こえるんだって。怖いわー。でもなんかドラマも感じるな。なんか、ちょっとかっこいいよな。今日は、幽霊船について話したわけだけど、どうだった？なんか謎めいていて怖かったわー。ミステリーを感じたよ。特に、裏目談合の SOS 信号が入るやつには恐怖を感じちゃったなぁ。そうだな。海はすごく広いから、どこかに幽霊船がいても不思議じゃないんだぜ。世界各地にはまだまだ、幽霊船の言い伝えがあるからね。幽霊船はやっぱり実在するんだね。ここまで聞いたら、他のも気になるわ。それはまた今度の機会で。そうだな。じゃ、今日はこの辺で。また面白い話を聞かせてね。わかったよ。それでは皆さん、今日もお付き合いいただきありがとうございました。また会いましょう。それでは、バイバイ。